処刑などさせるか。ジル、無事でいてくれ。どうするつもりだ、クライブ。これじゃ迂闊に突っ込めねえぞ。まさか何の余興もないまま宴の第二幕を終えようってのか。貴様、さて第三幕はどういう出し物かな。せいぜい楽しませてくれ。大丈夫か。ええ、なんとかね。耐えてくれ。ここを切り抜ける。やるぞトルガル。トルガルにこんな力があったなんて。話は後だ。二人ともやるぞ。トルガルもいけるな。Yeah!
片付いたか。これで終わるとは思えねえ。フーゴはロザリス城の中だ。クライブ、お前はこのまま奴を追え。クライブ、行って。ここは私たちで引き受ける。分かった、みんな気をつけろよ。フーゴはロザリス城の中だ。お前はこのまま奴を追え。クライブ、行って。ここは私たちで引き受ける。遅かったじゃないか。不作法な接待を受けてな。それはそれは。しかし虚しいもんだな、クライブ・ロズフィールド。歴史に名高いあのロザリア公国が、国を滑る王もなく、兵もなく、民もなく、今や何もない空っぽの国だ。もはや玉座さえも必要ない。なぜ俺を狙う？目的は一体何だ？無論シドの首だ。だが知らせによれば、奴はとっくの昔にくたばったそうじゃないか。ならばその代わりに、シドの名を継ぐお前の首をもらうしかなかろう。あの野郎はベネディクトの首を落とし、俺に送りつけてきた。彼女を慰み者にした罪を、死をもって償ってもらうぞ。貴様は何か勘違いをしているようだ。シドは彼女を救おうとしていた。なぜそんな真似をする必要がある？ベネディクタを撃ったのは俺だ。恨むんなら俺を恨むんだな。お前が彼女を？彼女を殺したというのか？ああ、そうだ。こいつは何たる凶行だ。殺し損ねた仇を、そいつを討ち取る機会がここに来て巡ってくるとは。そうか、お前だったか。お前がベネディクタを殺したのか。
彼女はベネディクサは言った。俺を世界の王にすると。ベネディクサは俺の塊に立ち、二人で理想郷を作るはずだったんだ。それなのにお前はその夢を台無しにしやがった。クライブ・ロゼフィールド、宴はしまいだ。今からお前を我がこの手でめちゃくちゃにぶち殺してやる。黙れ。貴様に殺された人々はそれぞれに夢を抱いていた。夢を踏みにじられたのが自分だけだと思っているのか。貴様に同情の余地はない。フーゴック・プカ、俺は許しはしない。死んでなくなれ。在地のあるところは俺の舞台だ。死ぬが俺を選ぶようだな。逃がさんぞ。Okay.
頭を冷やしたらどうです？待て！またの機会にミュートッス。片付いたか？ええ。どうなってる？なんだってウォールードの奴らが。しかしお前にこんな力があったとはな。とにかく助かったぜトルガル。ほんといつか喋りそうだ。ガブ、早くクライブを。ああ、分かってる。こいつらは？クライブ、無事か？すまない、あと一歩のところでフーゴを取り逃がした。生きてりゃまた機会はあるさ。ウォールード兵はいつここに？お前が城に入ってすぐだ。奴の私兵どもが引き始めると同時にこいつらが攻め込んできた。それも少人数でな。フーゴは何者かに連れ去られた。じゃあまさかウォールード兵はそのために？いや、ダメだ。今考えても何も分かりゃしねえ。奴らがどこに向かったのかもさっぱりだ。これからどうする？一旦戻るとしよう。お前だってさすがに限界だろ。それにジルを休ませないと。
風悟の行方を探るのはそれからだ。賛成。それがいい。トルガルの力についても調べたいしな。ジル、疲れは？歩けるか？かなり消耗してるわね。体を動かすのが辛いくらいでしょう。ドレイクブレスでの傷も癒えてないってのに。ジル、ちゃんと休んで。医者としてのお願いよ。わかったわ、タルヤ。彼女のことはタルヤに任せておこう。みんな戻ってこれたし、よしとしたいところだが、気がかりは風獄プカの行方か。ロザリス城に現れたウォールード兵のこともな。まったくわからないことだらけだ。これからオットーのところへ行って、奴らの動向を探ってくる。俺は語り部と話してくるよ。ハルポクラテスに？トルガルのことを調べたくてな。なんともないような様子だったけど、あんな力を使った後だ。あいつの体に影響がないか心配だろ。語り部なら何か知ってるかもしれないと思ってさ。そうだな、ありがとう、ガウ。そっちは頼んだぜ。じゃあまた後で。ジル、少し休んでてくれ。ええ、ありがとう、クライブ。
議が必要かい？知りたいことは？状況の把握を忘れないようにな。いつでも相手になるぞ。リス城で貴族たちも殺す。子供たちがいたずらを覚えて。ジルってば青い顔をしてたわ。シドがきっとフーをやっつけてくれる。来たか。どれが欲しい？また来いよ。何の用だ？何を作る？じゃあな。今いいか？ああ、クライブ。ジルの様子はどうだった？無理をしていたようだ。一度しっかり休ませた方がいいだろう。そうか。フーゴの行方は分かりそうか？今ビビアンに探ってもらってるが、あまりに手がかりが少ない。協力者や石の剣の連中にはストラスを飛ばしたから、何かつかめれば知らせが来るとは思うが、もう少し時間をくれ。すまない、引き続き頼む。いたいた。よう、クライブ、ずいぶんとご無沙汰だな。ミド、戻ってたのか？うん、さっきね。大学はどうした？お休み。カンベルの大学も大騒ぎなんだ。フーゴの野郎がロザリアを攻めた？反乱か？どうなってるって。大変でさ、勉強どころじゃなくなっちまったの。わかった、わかったから落ち着け。今度はいつまでここに？そう、しばらくはいるつもり。そうだ、クライブ、ちょっとお願いがあるんだけど。悪いな、今少し立て込んで。付き合ってやるといい。フーゴの足取りを追うのにもうしばらくかかる。大先生、これまた久しぶりだね。また小難しいこと考えてんの？相変わらずバニソグは娘だ。新しい風をどうもありがとう。君のおかげで組み上げた思考の断片が吹き飛んだよ。褒められちゃったよ。大先生もああ言ってる。クライブ、後で倉庫まで来てくれ。おい、こら。風というか、ありゃ嵐だろう。おっと、金をもらいに来たぜ。一体何のだ？ミド嬢ちゃんの渡し金さ。オットからもらっとけって言われたもんでね。あの野郎。ミドは倉庫に来いと言ってたな。何をするつもりだ？待ってくれよ。クソ、ミドの奴め。
悪くないけど、男にとって一番大事なのはグツのような純粋さだと思うの。さっきも彼ってばまた失敗して慌てちゃってて、力持ちで無垢なところもたまらなく可愛いわ。シドが無事に戻ってみんな安心してるわ。ロザリスじゃ大変だったそうだな。来てくれたな、クライブ。ミド、お願いとは。この下の倉庫を私の工房に改築したい。それを認めてほしいんだ。また急な話だな。以前から考えてたんだよ。父さんの影響で気候を覚えてから筋がいいってカンベルの大学にまで入れてもらった。私が気候学を勉強してるのは隠れ家での生活に役立てるためだけど、大学じゃできることも限られる。ここに工房があれば学んだことを活かせるだろう。みんなに少しでも楽をさせてあげたいからな。一人娘の思いを知ればきっとシドも喜ぶ。いいだろう、後でオットーにも伝えておけよ。さすがクライブ、話がわかる。それじゃ早速手伝ってよ。俺がやるのか。他に誰がいるのさ。わかった、何をすればいい。私が工房の設計をしてる間にこれらを手配してくれ。まずは設備のための資材の調達、必要なものはその覚書に書いてある。次に工具一式を用意する。今渡した鉱物からこしらえてもらって、最後に腕のいい大工を連れてくる。隠れ家の大工なら大丈夫だ。やることは3つか。任せたよクライブ。さてどこから手をつければ。過労、とブラックソーンあたりに話してみるか。まずは設備のための資材の調達、次に工具一式を。シドがフーゴをやっつけてくれる。あんたロザリスも出たってのか。どうだ、直せそうか。ブラックソーン、話がある。用なら手短にしろ。ミドから工具一式を用意するよう頼まれてな。これを預かってきた。どうだ、用意できそうか。こりゃまた数が多いな。しかも細かい注文ばっかりつきやがって。仕方ない、作ってやるか。完成したらミドのところに持っていこう。それは助かる。ありがとうブラックソーン。ああクライブ、ミドがカンベルから戻ってるよ。もう会ったのかい。ついさっきな。隠れ家に工房を作りたいらしい。そのための資材の調達を頼まれた。これが覚書だ。揃えられそうか。たやすいもんだ。すぐにでも用意しよう。助かるよカロー。いいのさ、ここで生活できてるのもあの子のおかげなんだから。黒い水の浄化装置みたいにまたみんなのためになるものが生まれるといいね。そうだな。品が揃ったら直接ミドに届けておくよ。ありがとう、頼んだぞ。
あとは大工が桟橋のバードルフに話してみよう。トルガルのこと調べてるんだって。じゃあお手伝いしよう。調べ物かな。やがてそんな頼んだ。ミドか。ははは。そう。ははは。ははは。クライブ。新たな視点を得られた気がするぞ。このことをまだ書き留めてなかったの。これまでのお主の話をまとめているぞ。知りたいことがあったらおいで。トルガルのこと、時間がかかりそうだぜ。整備しないとな。残りの木材。大将、何か用かい。ミドのやつが工房を作るのに腕のいい大工が必要らしい。バードルフ、協力してもらえないか。任せてくれと言いたいところだが。すまねえ、隠れ家の補修を始めちまったばかりなんだ。手を抜くとここに住めなくなっちまう。この作業が終わるまではどの大工も手が空きそうにない。そうか、参ったな。俺らの他っていうと、マーサの宿のやつはどうだ。バーナードって腕利きがいたはずだぜ。ああ、バーナードか。確かに彼なら適任かもしれない。マーサに相談してみよう。ありがとう、バードルフ。いいってことよ。何か。不思議なもん。さてと、さあ見ていきな。いい選択だ。持ってきな。どうぞいただくよ。おお、クライブ。やれやれ、まったく。何を作る。
つなら敵なしだ。よし、できたぜ。じゃあな。何の用だ？何が必要なんだ？これでもっと良くなった。またな。クライブじゃないか。どうしたんだい？隠れ家で大工が足りなくてな。しばらくの間バーナードの手を借りたいんだが。ああ、構わないよ。困った時はお互い様だ。ありがとう、マーサ。彼は今どこに？何でも用があるとかで、クレシダって廃村に向かったところさ。直接行って声をかけるといい。わかった、そうしよう。
敵だ。今だ。行くぜ。おや、いつぞやの兄ちゃんか。妙なところで会ったもんだな。バーナード、あんたの手を借りたくてマーサに聞いてきたんだ。それはどういう要件だい？なるほど、工房と来たか。そいつは腕が鳴るってもんだ。マーサに話がついてるなら何の問題もねえ。ぜひ俺にやらせてほしい。ありがとう、バーナード。そうだ、兄ちゃんのところへ行く前に俺からも一つ頼み事をしていいか？ああ、行ってくれ。この先にあるクレシダって村は俺の故郷でな。今は誰も住んじゃいないが、親の墓があるんだ。久しぶりに墓参りしようと橋を修理したんだが、村の中が魔物の巣窟になっちまってた。兄ちゃんの腕前は知ってる。どうか奴らを片付けちゃくれないか？わかった、引き受けよう。恩に着るよ、頼んだぜ。
今ので最後か。おお、きれいさっぱり片付けてくれたか。感謝するよ、兄ちゃん。おかげで墓参りができる。ここは廃村になって長いのか。俗寮になったり、黒の一帯が迫ってきたり、こんな僻地じゃ生活が立ち行かなくなってな。もう何年も前にみんな出て行っちまった。思い出の中の故郷ってのはいつまでも綺麗なのに、ここも随分荒れたもんだよ。バーナード、さて今度は俺の番だ。墓参りを済ませたら兄ちゃんのところへ向かうよ。じゃあまた後でな。これで頼まれたことは終わったな。隠れ家に戻って緑に伝えてやろう。子供たちがいたずらを覚えて。ロザリスじゃ大変だったそうだな。おかえり。そっちの様子はどう？頼まれてたものは全て手配してきたそう。マーサの宿から腕利きの大工も来てくれる。さすがクライブ、仕事ができる。お前の方はどうなんだ？さっきカローンばあちゃんとブラックソーンじいちゃんが資材と工具一式を届けてくれて運び込んだところ、工房の設計も済んだし、あとは大工を待つだけだ。楽しみだな。こっちは一段落したな。ジルの様子見に行ってみるか。
何か用かな。はい、どうぞ。頼んだぜ。調子はどうだい。さあ見てくれ。よろしく頼むぜ。こんにちは、クライブ。こちらが各地から届いた品です。はい、どうぞ。またどうぞ。なんだかあちこち騒がしいな。シド、いいところに。石の剣の任務で問題が発生しまして。何があった、言ってみろ。はい、ノースリーチの近郊でコールの部隊がベアラーの救助を行っていたのですが、少し前に彼から知らせがあり、獰猛な魔物と遭遇して襲われたと。ですが私はようやく救出したベアラーたちを見捨てることができませんでした。そして任務の続行を命じたのです。ですがそれから何の知らせもなく。心配だな。よほど危険な状況にあるのか、まだベアラーを助けようとしているのか。今思えばコールたちの命を第一に考え、いち早く撤退命令を出すべきだったのかもしれません。シド、あなたにお願いしたいのです。コールの部隊の捜索に力を貸していただけないでしょうか。わかった、現地に向かってみよう。ありがとうございます、シド。コールからの最後の知らせによると、魔物に襲われたのはノースリーチ近郊のドラゴニエール平原とのこと。もし怪我人を抱えているなら近くで留まっているはずだ。まずはその辺りで探してみる。金持ちの貴族どもがいなくなって。コール、無事だったか。よかった。ええ、なんとか。ですがシド、どうしてここへ。ドリスに頼まれてお前たちを探しに来た。任務中に魔物に襲われ知らせが途絶えたそうだが。申し訳ありません、ゴブリン族に襲われ負傷者の手当てが長引いてしまいました。ベアラーたちは。数名は助けられましたが、残りはまだ2場所に。ただこの状況ではもうベアラーの救助に来たっていうのに、こちらに負傷者が出たせいで助けが遅くなって。彼らがどこにいるか教えてくれ。シド、まさか。今ここで動けるのは俺だけだ。ならばやるしかないだろう。わかりました。ここから南に行ったところで荷馬車が立ち往生しています。ベアラーの生き残りがいるかもしれませんが、おそらくゴブリンたちもまだ。分かった、すぐに向かう。ありがとうございますシド。どうか彼らを。ああ、必ず助け出す。
場所か。ゼリだ。助けに来た。怪我はないか？ゴブリンたちに襲われたというのに、逃げようとした跡すらないようだが。ハルジもいなくて、誰も命令してくれない。あんな化け物を前にどうしろって言うんで。そうか、すまなかった。だがお前たちはもう自由なんだ。生きることも死ぬことも自分で決めることができる。なら、その命を俺たちに預けてみないか。シロ、ご無事ですか？ああ、ベアラーたちも。よかった、生きててくれた。彼らがお前たちを守ってくれる。命がけでない。信じていいのか？ああ、安心しろ。シド、あとはお任せください。ベアラーたちは必ず隠れ家まで送り届けます。頼むぞコール。ドリスには俺からも伝えておく。子供たちがいたずらを覚えて。シド、お待ちしていました。先ほどコールからの知らせも届きました。コールの部隊とベアラーたちと、どちらも無事にノースリーチを立ったと。すべてあなたのご協力があったからこそ。ありがとうございます。無事でよかったよ。今回のベアラーたちはある奴隷商人に密売されるところでした。密売にかかるベアラーは特にひどい扱いを受けます。だから何としても救いたかった。ですがそのためにコールたちを危険な目に遭わせるなんて。私はベアラーたちを見捨ててでも撤退命令を出すべきだったのでしょうか？そんなの石の剣って言えるんですか、ドリス隊長。無事で何よりだ、コール。今回はすまなかった。石の剣はベアラー救助の任務を与えられた部隊です。あそこで撤退する決断なんて俺たちじゃない。刻印を取った時にとっくに決めてます。命を懸けてベアラーを助けるって。お前たちの覚悟だったな、コール。たとえ明日死ぬ運命だとしても任務に準じる。すべては人が人として生きられる場所のために。それが私たち石の剣の使命。私は隊員たちの強さを信じきれていなかったのかもしれません。私たちは石の剣は
もっと強くなってみせます。あなたのように多くの命を守りたい。ああ、期待してる。あら、クライブ。ジルの具合はどうだ？よくはないわ。当面の間、休ませるべきね。そうか。タルヤ、彼女のことを頼む。ええ、任せておいて。そうそう、ガブがあんたのことを探してたわ。書庫にいるみたいよ。ガブが？そういえばトルガルのことを聞きに、ハルポクラテスのところへ行くと言ってたな。わかった、行ってみよう。ガブがあんたのことを探してたわ。書庫にいるみたいよ。ロドリグ、どうしたんだ？何か悩んでいるようだが。ベアラーの刻印を取り除く施術の日が近いんだ。その用意をしなきゃいけないと思うとね。クライブ、僕は怖いんだよ。あの施術は常に死と隣り合わせ。君たちのようにうまくいった傍らで死んだ奴らも大勢いる。それでもまだあれを続けるのかい？俺や石の剣の連中が活動できているのはお前たちが施術してくれたおかげだ。刻印を刻まれたベアラーが外を自由に歩くにはこの世界はまだまだ障害が多い。だから俺たちが道を作らなきゃならない。あれは俺たちにとって必要なことなんだ。みんな覚悟はしている。覚悟か。そうだよね、分かってはいるんだけど悩んでいても仕方ないね。とにかく頑張らないと。ああ、頼む。そういえば悩みすぎててすっかり忘れてたよ。実は施術用の鎮痛薬が残りわずかなんだ。君にお願いするのはちょっと申し訳ないけど、材料のエルモネア草を調達してきてもらえないかな？もちろんだ、手を貸そう。ありがとう、助かるよ。エルモネア草を採取できるのはロザリアのアンバー周辺さ。青々とした色が特徴的で川の近くに自生してるはずだ。あの辺りでは魔物が増えてるって噂を耳にした。どうか気をつけて。エルモネア草は川の近くに。この辺りを探すか。これがエルモネア草に違いない。多めに取っておくか。
よし、これだけあれば足りそうだ。ロドリグに渡すとしよう。子供たちがいたずらを覚えて。クライブ、エルモネア草は見つかったかい？これで足りるか？ああ十分だ。これで鎮痛薬を作れるよ。頼むぞロドリグ。分かってる分かってるけど、ごめんクライブ、やっぱり僕は怖い。ベアラーの刻印には飛竜草の毒が使われてる。猛毒を皮と肉の間に入れて固めることで模様を描くんだ。だから無理に取ろうとすると血と毒が混ざり合って、たちまち全身が毒に侵されてしまう。仮に施術がうまくいったとしても、今度は何日も激しい痛みに苛まれる。人を助けるべき僕たちが人を傷つけ殺めているんだ。それが怖くてたまらない。確かにあの施術による体への負担は大きい。それに施術が成功してもそれで終わるわけじゃない。刻印を取った者は今度は石の剣の一員として外での危険な任務という新たな使命を背負うことになる。それでも志願する者は少なくないだろう。なぜだかわかるか？それが覚悟だから。ああ、みんな死を覚悟の上で戦ってるんだ。人が人として生きられる場所を作るために。お前たちに責任を負わせてしまっているのは理解している。だがどうか連中の覚悟に応えてやってくれ。タルヤと同じことを言うんだね。どんな病でもそれに向き合う仲間たちに応えるんだって。そのために施術に臨むのが医師の務めだって彼女も言ってた。クライブ、僕も頑張って応えてみるよ。いつかシドやタルヤのような覚悟を持てるように。薬を飲んで少し楽になったの。もうしばらく休んでいるわね。なんだかあちこち騒がしいな。ジルってば青い顔をしてたわ。大変な目にあったのね。メイブが入れた絵は。ミドがカンベルから。おう、クライブ。トルガルのことで聞きたいことがあったんだ。こいつはどうやってお前のところに？俺が子供の頃、父上が北部遠征に出向いてな。その時、生まれたばかりのトルガルを拾ってきた。付近に群れはいなかったと言っていたから、親とははぐれてしまったんだろう。だとよ。どう思う？語り部。間違いない。トルガルはバリスゼアの北部に生息する
兵糧という希少種だ。古文献によれば兵糧は氷の女王に付き添う獣であり、高い身体能力を持ち魔法すら操るとされている。フェンリルという呼び名もあるようだな。兵糧フェンリルか。確信はないが、氷の女王とは召喚獣シバを指していると思われる。シバのドミナントは北部人にしか生まれん。兵糧が住むのも同じ北部。何らかの関係があってもおかしくはない。なら、トルガルの力はジルの影響で？どういうことだ？氷の女王に付き添う。つまり、シバのドミナントであるジルと長らく行動を共にするうちに、兵糧としての力に目覚めた。そして、彼女の危機をきっかけに覚醒したとしたら。確かに、あの力を使ったのは、ジルを助けようとした時だったな。今の話なら合点がいく。それはおそらく兵糧本来の力。トルガルが真の能力を得たということだろう。トルガル、すげえじゃねえか。全く驚きだよ。いずれにしても体の方は心配あるまい。さっきもここに来るなり、わしの木の実をガツガツ食っておったくらいだよ。ここにいたのか、クライブ。マーサの宿からバーナードが来てくれたぞ。いよいよ着工だ。ほら、クライブも立ち会ってくれ。わかった、すぐに行くよ。来たぞ、ミドの工房の完成だ。よかったな、ミド。クライブやみんなが協力してくれたおかげだよ。ここでは隠れ家の生活に役立つものを作るだけじゃなくて、いろんな研究もするつもり。いい成果が上がればクライブにも教えるから、楽しみに待っててくれよな。ああ、期待しているよ。そろそろフーゴの行方の見当がついただろうか。ビビアンに聞いてみよう。本当に立派な工房ができたわね。ミドの助手としてここで精一杯頑張らせてもらうよ。おお兄ちゃん、この間はありがとうな。約束通り工房をこしらえたぜ。しかしミド嬢ちゃんの設計は大したもんだ。本職顔負けだよ。手を貸してくれてありがとう。そのうち驚きの成果を見せてあげる。いいな、私も見るぜ。ミドの工房。Thank you.